皆さん,ごきげんようドイ講習です。今日は金書道を勉強している方に是非知っておいていただきたいどうして金書道の手本となっている個室には優美さを感じることができるのかという点について解説していきたいと思います。個室がなぜ美しく見えるのかという理由にもなりますので是非最後までご覧になりあとでご自分の各く個室と向き合う機会をとってみてくださいね。 ところで皆さんはかな書道を学び始めたばかりの方や大河ドラマの影響でこの頃興味を持ったのという方に聞いてみると省略したひらがなをどん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 つなげていきながらサラサラサラッと書いているイメージあるいは文字をつなげて速いスピードでどんどん書いてるんでしょうというイメージを持たれている方が多いように思われます。 YouTube の金書道の動画などを見てみると、有名な先生が書かれているものなどは筆が確かにつらつらつらっと進んでいく様子が見られるので、金書道ってどんどん書いていくんだわ。スピードが大切なのねと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、実は金書道イコールスピードが速いもの、どん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 次の文字へつなげていけば良いものだという認識は正しくないので、注意が必要です。 平安時代の個室の中にはかなり速いスピードで年面も多くつらつらつらっと次の文字を書き連ねていったと見られる個室もありますがそうししたものはむしろ少数派ですそれよりも1文字1文字を丁寧に時間をかけて書いた個室の方が圧倒的に多いですそして今私が丁寧に時間をかけると言ったのは 筆をゆっくり動かしていくということではなくて筆先を動かしている距離を長くするということなのでその点について今からご説明していきたいと思いますそれでは実際に実験をしてみましょう今用意した紙に A 地点と B 地点とを設定しましまた。この A 地点と B 地点点とと B の間をひらがなの「の」だけを使って結んでいきたいと思います まず多くの人が思っている「かな書道」のイメージで書くとこのようになりますはいいいいここんなの見たこととががある方も多いと思いますいかがですかかで実際このような練習もするのですが個室の中にこのような表現が出てくることはほとんどないんですね。では 次に平安時代の個室風の A 地点から B 地点へのつなぎ方をしてみることにしましょう例えばなんですけれども。 先ほど書いたものと比較してみると、筆が通った距離が違うということに気がつかれると思います。さらっと映ってしまいがちな連綿の部分において、次の文字に移るまでの距離をできるだけ稼いでいく。つまり、安易に次の文字に移っていかないぞという意識があったのですね。こうした点を実際に個室で確認してみることにしましょう。まずは、 荒野切れ第1種から見ていきたいと思いますどのページでも良いのですが今末期の旧キリョのページを開いてみましたわかりやすい事例は右旋回の終わりから連綿に続く部分ですさあどういったところがあるのでしょうかさあこちらの阿部の中丸のあーからへーにつながるこちらの連綿をまずはご覧くださいまず あからへにシュッとつながりたいのですがこちら右に行って下に降りてそこから左にこちらにつながっていますよね。こちらのの空間があるのをご確認くださいさあ続きましてこちらの天の原「あ」から「ま」につながるところこちらもそうですね。右に行って 縦に降りて、それから左に繋がるようになっています。さあ、こちらはいかがでしょう。はらというこちらの2文字も繋がっていますが、こちらのはという字も右に出た状態からぐーっと降りてきて、それでらに繋がっていますよね。ここの空間がありますよね。 さあ、ではこちらも見てみましょう。いでし、つきかものいと手とし、こちらの連面もご覧ください。こちらもいがかなり右斜め方向に出て、そして手に繋がっています。これは縦にしてもいいんですけれども、こちらの空間をしっかりと取っているのですね。こちらもそうですね。 右に行って左にすっと降りるのではなくてここの空間を取りながら降りていっています。まーのこちらの字も右にこのように出てそしてたに繋がっていますよね。もうてここのところまうて,てこう繋がっているところも右に行ってすっと降りるのではなくて 右旋回入れながらのつながっているというところが確認できるかと思いますさて続きまして関戸本古今和歌集でも説明していいいきたいと思いますこちらはとても有名なお見ないしのページですねさあこのページなのですが「の」という字がたくさんあります。とっても特徴的なのでちょっと定規を当てながら確認していきたいと思います。こちらののですが くるっと旋回するのではなくてかなり右に貼ったこのようなラインが見えるでしょうか右に貼ってから左のこちらに繋がっていますよねそのようなところがこちらにもありますこちらも確認してみましょうこちらも定規を当ててみると分かりやすいこのようなラインが見えるかと思いますこのようにすることによってここの空間が かなり空いていますよね。こちらの「あ」という字があるんですけれども、「あ」という字もこの「の」みたいな感じでくるっと回りたいところなのですが、こちらも定規当ててみましょう。こう当ててみると、実は縦のラインが見えるのがお分かりいただけますかそうなんです。くるっと左にすぐに入ってしまうのではなくて、右側から縦に降りて、 左に入っているこのような動きが見られるのですねここで皆さんにおすすめの勉強法がありますぜひ実際に個室を臨書しているときに自分が書いたものを個室の上に乗せてみてくださいそうすると二通りの傾向が出てきます一つ目の傾向は実際の個室よりも大きくかけてしまっている場合この大きくかけているという場合は 実は良い傾向がありますなぜなら個室自体が大きく見せようと書かれているものなのでそれを見たままの印象で書いた臨床は必然的に大きくなってしまうのです臨床を書いている時に紙に入らなくなっちゃったという経験がある方も多いと思いますその方はむしろ個室のことをよく見ることができていると言えるでしょう一方で、ね 2つ目の傾向として、個室よりも欠いた臨書が小さくなってしまっていることがあります。こうした傾向には注意が必要です。小さくなってしまっている場合は、連綿の部分を無意識のうちに最短距離でつなげようとしてしまっているからではないでしょうか。このような傾向をお持ちの方はまず、 個室をしっかりと眺めながらその個室の線がどれだけ遠回りをしているのかということを確認し次へ次へと進もうとする気持ちを抑える意識を持ちながら描いていくようにしましょう金書道は今から約1000年前平安時代中期頃に貴族階級の中で発展した文化です特に女性たちによって書かれた文芸もたくさん残っているのが知られています アクセクト次に次に早く早くという意識で書くのではなくてゆったりと遠回りを楽しむような意識で描いていくのが良いでしょうそうした余裕の中から優美さやみやびやかさが生まれてくるのだと考えておきましょう慌ただしい日常を忘れて金書道を描きながら平安時代の人が気づいた遠回りの美学を楽しんでみてくださいね